今年も鳥海山に登るために中島台へやってきました。公園内はだいぶ雪が溶けてきましたが、まあ例年並みに雪が残ってるように感じます。 A 橋までやってきました。渡ってきます。橋を渡ってからはまだ全然必要ないんですが、雪がずっと続くだろうという予測のもとにスノーシューを履いて歩いております。朝日がすごく綺麗で、川の音と鳥の鳴き声がすごく心地いいです。出発して約30分ほどで、あがりこ大王までやってきました。相変わらず立派なブナですね。素晴らしいです。正面に綺麗に鳥海山が見えてきました。かっこいいな。あがりこ大王から、約20分ちょっとですかね、ブナの林の中をゆっくりと標高を上げております。約1時間半を過ぎてきましたら、正面におそらく稲倉岳、そして左手の前方に、新山と七甲山、鳥海山が、綺麗に見えてきました。例年、川を越えていく、場所がこの辺りだったと思うんですが、今年は雪解けが早く、非常に危険な状態になっているので直進して尾根を進みたいと思います。木もほとんどなくなってきて、日差しが当たっている場所、ザラメの柔らかい雪になってきました。2時間を超えたら、正面の鳥海山とそして外輪山が、すごく綺麗に見えてきました。でもまだまだ遠いな。かっこいいですね。やっぱり鳥海山に向かってまっすぐ進んでおります。いい天気だ。あー、だいぶ疲れてきた。外輪山を右側に見ながら、山頂を目指しております。山頂が目の前に迫ってきました。岩がすごいな。こっからは絶景です。ちょっと急な斜面を登っていこうとしたら、思ったよりも急で、途中で引き返してきました。で、下りはちょっと危ないかなと思って安全をつけました。この見えてる稜線の向こう側の斜面に先ほどいたんですが、そこは風がまともに当たるからか結構カチカチで危なかったんですが、こちらの裏側にやってくると、結構歩きやすくて安心して、登れそうです。おそらくここが神社だと思います。今年は完全に雪の中かな。屋根が少し出ておりました。頂上へはちょっとアイゼンとケルを使って行きたいと思います。ちょっとで山頂、もうちょっとで山頂です。多分頂上左側かな。今日は頂上ちょっと無理かなーって途中諦めかけましたけど、やってきました。今年は頂上のプレート完全に雪の中に埋まってたようです。残念。頂上からの、七甲山ずっと南来て、こちら月山ですね。
こちら鳥海山山頂から、手前のピークへこっちへ移動してきました。両先からの合算、そしてその後こちらが石川岳で、奥のあれは飛島かな、どうだろう。して、今登ってきた谷ですね。ずっと奥が晴れてたら小笠山山見えるんですけどね、今日は見えてません。秋田方面綺麗に見えてます。合算を正面に見ながら向かっていきます。この波模様は綺麗だな、やっぱ風が強いんだろうな。神社のとこまで降りてきました。ここで、アイゼンも外して下りは何もつけずに降りてみたいと思います。いやーこれはすごいな、完全に氷の世界ですね。まだでも今年は雪が少なかったんで心配してましたけど、結構上の方はしっかり降ってました。それにしても外輪山の山々が美しいですね。すげえな、結構滑りがいいですね。鳥海山でもそりで楽しんでます。最高の景色を目の前に見ながら降りております。綺麗だな、結構長い距離をそりで降りてきました。ガサガサになってきて、踏み抜いてしんどいです。ついに日が山に隠れちゃいます。今日は一日ありがとうございます。川のあたりまでやってきました。踏み抜かないように気をつけて帰りたいと思います。おそらくこんな綺麗に見えるのがここが最後だと思うので、ちょっと振り返ってみました。ブナ林までやってきました。この時間のブナのシルエットもすごく美しいです。踏み抜くのが嫌なので最後スノーシューを履いております。西側の山が低くなってきたので再び日が差してきました。日が当たるブナの森がまた最後に見えて良かったです。あっという間にあがりこ大王に到着です。思ったより早かったな。橋のとこまでやってきたので、スノーシューここまでで終わりたいと思います。上り6時間半下り約3時間、計9時間30分の長い、1日となりました。とっても綺麗だったんでまた行きたいと思います。